勝利。任務開始だ。ヒット。行く。そこ。はい。行くぜ。戦闘勝利。油断は禁物。戦闘勝利。
任務開始だ。無残一瞬。さはい、行くぜ。戦闘勝利。敵へ消滅、任務完了だ。油断は禁物。は？行く。戦闘勝利。Thank you.
任務開始だ。ふっ、えい、行く。そこ、いや、ふっ、間一発。どう、やーい、行く。だらけ。そこ、せい、ヒット、対象スタン。そこ、はっ、戦闘勝利。ん、足腰強くなったか。あれ、背伸びたかな。盾は矛より強しだ。受けて立つぜ。急所に命中。敵兵消滅、任務完了だ。油断は禁物。はだ、はっ、いや、うん、うん、せい、ふっ、それどう、はっ、敵兵消滅、任務完了だ。油断は禁物。はっ、それ、えい、や、行くぜ、オーラ。敵兵消滅、任務完了だ。
受けて立つぜ。さあ、えい、行く。行くぜ。重度の裂傷を確認。勝利のファンファーレ。任務開始だ。行く。そこ。守れてねえな。急所に命中。勝利のファンファーレ。戦闘勝利。
と、トバさんに聞いた道はまず西側から出て行ってと。こっちかな。裏の森を抜ける道が早く作って言っていたけど。こっちでよかったのかな。ああ。いや！びっくりした。うん？こんにちは。あなたもしかしてこの近くの村に住んでいる子？ああ。そうだ。私ね、この先の村にいるカヤックさんって人のお家を訪ねたいんだけど。場所を知らないかな。ごめんね、自己紹介まだだったね。私はそのユリイカっていうの。ここのお屋敷で働いているんだけど。知ってるよ。え、私のこと？違うよ、カヤックのおっさんち。あ、そうだよね。村はこっちじゃないよ。連れてってやろうか？それじゃあ案内してもらえると嬉しいな。ああ、いいぜ。俺はパッチ、こいつはロマール。俺の子分なんだ。それじゃあパッチさんにロマールさん、よろしくね。おう。ねえ、パッチさんたちはよく森の中で遊んでいるの？違うよ。伯爵を追っかけてたらこっちに来ちゃったんだよ。伯爵？伯爵ってビスマン伯爵のこと？は？何言ってんだよ。違うよ、黒猫だよ。黒猫のクロちゃん。うん、多分そいつ。黒猫の伯爵。他にはミーオとかガレリア公とか、あちこちでいろんな名前をつけられてるみたい。ガリレア公って昔話の？そうだよ。あの黒猫は悪魔に姿を変えられた行方不明のガレリア公って言われてるんだ。ガレリア公って行方不明だったの？詳しいことは知らないよ。あ、村へ行くにはここを西だからな。この橋が目印だぞ。気をつけてね、パッチ。闇夜に羽ばたく人面鳥、真っ赤な目は何のため、大きな羽は何のため、人間さらって食べるため。うわー、歌が上手だね。それはなんて歌なの？知らね。てか、この歌知らないの？私はずっと北の方の町からお屋敷に来たばかりだから、この辺りのことは何も知らないんだ。へえ、なら気をつけな。この辺出るんだぜ、人面鳥が。この森に住んでるって言われてるんだ。あ、そうだ、俺ちょっとしょんべん。はい、飛ばしっこしようぜ、ロマ。うん。よしと。パッチさん、ズボン。ほら、パッチ、ズボンあげないと。おう。ねえ、姉ちゃんってもしかして貴族？そうだよ。あ、そうなんですか。でも貴族って言っても田舎のだし、普通に話しかけてくれて大丈夫だよ。それに私も丁寧な言葉は苦手なんだ。うん、分かった。
けたらこんなところに出るんだね。へへへ、秘密の近道さ。あと、あそこがおっさんの家。ありがとう、助かっちゃった。そうだ、何かお礼、あ、お礼。さっきトバさんからもらったクッキーがポケットに。よかったらどうぞ召し上がれ。ありがとう。あなたもどうぞ。僕はいい、いいです。そういえばお屋敷にも小さな女の子がいるの。もし見かけたらお友達になってあげてね。女の子？これはこれは、貴族のお嬢さんがこんなところでどうかなされましたか？あ、おっさん、この姉ちゃん、いや、この方がおっさんに用だって。うちにご用でしたか。まさかこいつが何かやらかしたんで？ううん、パッチさんはここまで案内してくれたの、とっても親切でした。お屋敷の大釜ですか。私のところでちょっと修繕していたんですよ。でも今日中には終わるんで、できたらお屋敷まで持っていきますね。え、持ってきてくれるんですか？ありがとう、カヤックさん。私、重くて運べなかったらどうしようって思っていたの。へへへ。お嬢さんではちょっと無理でしょうな。後でお屋敷に届けますので安心してください。ほら、パッチ、お嬢さんを送って差し上げな。面倒だよ、これ。そんなこと言ってると母ちゃんに言いつけるぞ。わかったよ。ほら、こっち来いよ。お前、貴族のお嬢さんになって口を。私が普通にお話ししてくれるようにお願いしたんです。パッチさんとはお友達なんです。実は一人で帰れるか心配だったんだ。助かっちゃった。そうですか、それならいいですが。ほら、パッチ、失礼のないようにな。ほら、着いたぞ。ありがとう、パッチさん。ロマールさんも。行こうぜ、ロマ。ひゃ、これは、コレイトンさん？おかえりなさい。もう見つけてきてくれたんですね。お疲れ様でした。実は今ちょっとお使いに出ていたの。すぐお屋敷に戻るからちょっと待ってくださいね。ただいま帰りました、おばば様。おや、なんだい、あんた外に出てたのかい？はい、大釜を探しに村に行っていたんです。修繕中だったけど今日中に持ってきてくれるみたいです。それじゃあ大釜が届き次第、高齢島が持って帰ったこいつを使って錬金釜を作るとしようかね。それまでの間は引き続き貴品探しとその会話ができる住人について調べてもらおうか。あ、でももう高齢島さんが進める場所があまりないかも。あくまで私が見えた範囲ですけど。またかい。で、具体的にはどういう状況なんだい？なんだか泥沼みたいな場所があって、もしそこを自由に歩けたらもっと進めそうな気も。泥沼ね、おかしいね。ただの泥沼なら人形兵は普通に進めると思うけどね。でもそこに入るのが困難ってことは、
おそらく呪い、もしくは強力な正気の一種かもしれないね。まあ呪いの類なら錬金釜の加工のために持ち帰ってもらった品物でなんとかなりそうだ。おばば様さすがです、何でも作れちゃうんですね。私の魔女としての本領は錬金釜による錬成術だからね。さあこれでどうだい。こんなところかね。もしこれでも入れないようならまたおいいな。それじゃあこれで。